どうもこんばんは。 KTC 放送局の店長でございます。はい、こんばんは。はい、ですね、最近ですね、ちょっと再生回数が嬉しいことにちょっとまあ、安定して上がってきまして、これも一重にずっとついてきてくださってるリスナーさんたちの、おかげでございます。ありがとうございます。本当にね、やっぱ配信者っていうものはリスナーさんがいなければ成り立たないので、もうリスナーさん自身っていうか、もうリスナーさん自体がもう配信者そのものつっても過言ではないぐらい、見てくれる人がいないと、もう全然成り立たないんで、一人で喋ってるだけになっちゃうんで、本当にもう感謝してもしきれないし、なんていうか、みんなの支えがないと、ここまで来れないし、来れなかったし、これから先もやっていけないし、テロで本当に感謝してます。はい、でコメントもいっぱいねくれて、本当に、すげえあったかい気持ちになるし、コメント見るのもすごい楽しみですし、ちゃんと一つ一つ全部読んで全部返してるんですけど、もっとね、時間があればもっと長い文章を本当は打って返したいんですけど、なかなか忙しくて今それができない状態ですけど、でやっぱりその再生回数が増えたり、登録者さんが増えてきたりするとですね、やっぱアンチのコメントもねやっぱ結構増えてきてまして、でめんどくさいコメントが、ね、やっぱ増えました。でさっきもねちょっとほら、コンビニの万引きの動画出したじゃないですか。であれに対して、なんかこいつマジで嘘つきだなみたいなね、前から見てるけどやっぱりこいつ嘘つきだなみたいなコメントが来たんですよ。なんかめんどくさいやつから。そうそう、でね、動画の中で万引きね、捕まえても忙しいから、いちいち被害届出さないで結局注意で終わっちゃうっていう話をしたんですけど、通報はするわけですよ結局。おまわりさん呼んで、でも結局おまわりさん呼んだところでその場で家族の人とかね、そういう人を呼んで引き取って引き取りに来てもらうか、まあそういう場合いない場合は、警察署行ってそこで注意して解放、どっちにしても結局そこで引き取りに来ても注意して解放、解放ですね。まあ本当7年ぐらいか、コンビニやって店長と、まあ、副店の俺で協力して、まあ、数十人、本当に20人、30、40人ぐらい、何十人ぐらい捕まえたのか分からないぐらい、数えられないぐらい、もう本当に捕まえて、一人も逮捕されてません。これは本当です。どうやらそのコメントくれて大嘘つきだとか言ってる人、なんか俺が経験者だ、俺は経験、なんだっけ、俺は経験者だから俺は分かるんだとか言ってるんですけど、まあ、その方はすごいね、なんていうか、平和な町に住んでるのかもしれないし、まあお金持ちでね、結構治安のいい町に住んでて、まあ、要は警察官、警察署がそれなりに手持ち無沙汰のね、お町なのかもしれないですね。そこで取り調べ、多分万引きして捕まったのか、万引きを捕まえて取り調べ受けさせたのか知らないけど、僕、川崎区に住んでて、もう毎回川崎区に住んでるって言ってるんですけど、川崎区の、まあその窃盗の件数って、首都圏の、東京とかね、そういうところの2倍以上なんですよ。いちいち万引きごときって言っちゃちょっと語弊があるけど、万引きごときで全部取り調べしてたら、それで逮捕だなんだってやったら、もう警察官今のね倍いたって足りないっすよ。で結局現場ではもう注意して解放っていうのが普通の流れなんですよ、実際の川崎区だと。まあ多分この方は自分の町っていうか、自分がねたまたま当事者だった時にそういう風になったんで、捕まったのか、逮捕されたのか、まあ逮捕に貢献したのか分からんけど、そういうパターンだったのね。多分それをもうさも世の中の全ての事実のように、言って、お前は嘘つきだと俺に言ってるわけですね。こういう狭いね世界観で物を言われるとね、はあめんどくせえってなっちゃうんですよ。めんどくさいですよね。たった自分の周りの数例挙げて、いや俺の時こうだったから、これが事実だから、お前は嘘つきだ、お前が言ってんのは嘘つきだと。狭いですね、小さいですね世界が。自分の周りだけの物事でもうさも世の中分かったようなことを言うわけですよね。もう本当に面倒くさくてそういうの、何せね、俺がコンビニその数年間やってる時に、隣の店員がね、一緒にいた店員が、まあ、酔っ払いみたいなやつにビルの缶で殴られたんですよ。その袋に入ってるビルの缶でバコーンってね。で顔を負傷して怪我して、でまあ取り押さえていろいろあって、で警察が来て、まあ行って、その時はさすがに、僕らも調書
取りに行ったんですね。まあちょっと過剰防衛だなんだって言われてっていうのもあるんですけど、一回調書を取りに行ったんですけど、で結局殴られた方がこれ傷害事件ですよねっていうふうになんか言ってたんですね、他の取り調べ室で。でもう結局おまわりさんが言うには、いやいやいや、そんなことでいちいち逮捕とかね、傷害事件だって立件だとかね、正直できないからと。え、そうなんですかって、でも怪我してるじゃないですかっていうことで、いやいやいや、もうそんなのでね、いちいちね、留置所だななっていうふうにね、入れてたら、もう、いくら場所があっても足りないのよ、つって。実際、川崎はね。だから、正直、こういうことがあっても、注意で解放っていうのが、ここの町の流れなのっていうふうに、もう、おまわりさんにそういうふうに言われました。うん、そういう町なんです。これが結局、実際の現場で起きてることなんですっていうね。まあその人は多分わからないでしょうけどね、一生ね、どっかのすごい治安のいい場所で暮らしてるんでしょう、まああなたの町と僕の町は違うんですよっていう、とこですよね、でなんか散々なんかコメント欄で煽ってくるんですけど、なんかもう面倒くさいで、動画で文字打つのも面倒くさいし、こういう面倒くさいコメント欄というかコメントに文字打ってね、返してる、いちいち返してる時間だったら、他のすごいねいいリスナーさんにもっと長い文章を返してあげる方が僕的には有意義だと思うんで、まあちょっと動画で、面倒くさいから動画で答えちゃおうかなと思って、まあこの動画見るか分かんないですけどね、まあ次なんか面倒くさい来たらもうブロックしますけど、僕はその言う、まあ配信者として、まあ今ちらほらちょっとやらさせていただいてるんですけど、コメント欄ってすごいそのリスナーさんとのコミュニケーションのね、学校の場っていうか、いい場所だと思うんですね、やっぱりそこが一番、ね、シンプルっていうか、気軽に交流が図れる場所じゃないですか、コメント欄って。そこでこういうめんどくさいコメントとか見るとうざいんですよ、めんどくさいの。そう、なんだよこいつめんどくせえ、マジムカつけよこいつ、くしくしょーっていう反応をもしかしてアンチって期待してるのかもしれないけど、正直そんな特段そこまでね、ヒートをアップするわけじゃなくて、はっめんどくせえまた変なの来たっていうぐらいの静かなムカつけなんですね。でその交流の場をね、邪魔してほしくないわけなんですよ、結局。そうだから、まあ昔もリスナーさんに言われたんだけど、そういうアンチはね、何言っても無駄だから、もうシカトした方がいいですよって、見てる方も面倒、嫌ですしっていうから、確かになと思って。そう、入れ墨系のアンチがすごいやっぱ多かったんで、そういうアンチのコメント多くて、他のリスナーさんがもう反応しない方がいいよと、反応しないでくださいよっていう風に言ってくれて、で入れ墨系アンチはもうほとんどね見ないでね、シュッシュッともう非表示にしてたんですけど、ちょっと今回ちょっとさ、ほらアンチの方式が違ったから、お前嘘つきだってね、狭い視野のね、ボーイかガールか分からんけど、まあ言ってきたから、そうちょっと反応しちゃった僕も悪いんですけどね、大人げなく、ね、だから、まあ、次がちょっとうるさかったら非表示しちゃうけど、まあ、とりあえず一回動画でね、その嘘つき呼ばわりしたコメントを見てね、他のリスナーさんが、嘘つきだのってね、感化されちゃったら困るんで、一応動画でちょっとアンサーをね、しとこうかなと思いまして。まあ、要は川崎ってそういう街なんですよね。川崎区。いちいちね、万引きで全部取り調べだなんだってやったら、もうパンクもいいとこです。障害だってね、そういう大体、まあ、大体おまわりさんはもうどこの町もそう、示談を進めてきますから、そもそも、うちの町だけは知らんけど基本捕まらないっす、それぐらいの軽犯罪じゃ、まあ、被害届出したりとか、よほどの常習犯だったりとか、執行猶予付きだったりとかした人がやったとかじゃね、そういうふうじゃなければ万引きで逮捕はうちの町じゃほぼない、9割ないっすね、てか俺が今までその30人40人捕まえてきた中で一人もいなかったんだから俺の前の事象だとすると 100% ないですね。俺 100% ってことは世の中にないと思ってるんで、もちろん例外はあるんでしょうけど、僕の町では基本的にはないです。まあ、そこは多分言ったってどうせまたごちゃごちゃ反発してくるから面倒くさいでしょうけど。あとね、最近多いのがやっぱり他のリスナーさんのコメントに絡むやつ。誰かがなんかね、コメントしたとこに、お前つまんねえよとかね、他のそういう悪意を持ったユーザーが、お前気持ち悪いなとかね、ちょっかい出すやつがいるんですけど、それもね、もうすぐ非表示です。迷惑ですよね、本当に。ポジティブでね、いいコメントしてくれた人に、つまんねえとかね、気持ち悪いとか、よっぽどそういうことしてる方の方が気持ち悪いし、つまらんし、見てて。
鬱憤晴らしなのかもしれないし、なんかもともと性格悪いのかもしれんけど、まあ、そんなことしてるぐらいだったらね、文字で喧嘩売ってたらなんかお前外出てどっかお前喧嘩ね実際売ってこいよと思うんですけどね、うん、時間の無駄っすよね。もっとなんか有意義に時間使ったらどうかなと思うんですけど、うん、いちいちね見たくない動画とか見たくないコメントを見てね、わざわざ見に来て、そういう悪意のあるコメントを残していく暇があるんだったら、なんかもっと有意義に時間過ごした方がいいんじゃねっていう、うん、より豊かになるよ人生がと、うん、したらいちいちアンチのコメントもねしなくても済むような穏やかな性格になるんじゃねえのっていうふうに思うんだけど、どうなんでしょうね、なんかよくわかんないけどさ、すんげえ時間無駄だと思うんだよね。見たくないものをわざわざ見て、わざわざわけのわからんね悪意で困ったコメントを残していくっていう、その時間必要何に役に立つのその時間ってって思っちゃうんだけど、まあその人たちにとっては何か意味があるんでしょうね、うん、あと前から言うんですけど、こういうのももうほんと僕が中学生ぐらいの時から変わってないんですけど、変わってない煽り、うん、よくなんか何お前動画で生きがってんだよとかね、何コメント欄で生きがってんだよ、お前住所教えろよ、おい実際にもう喧嘩しようぜみたいなね、住所お前晒せよみたいなねコメント、もう何十年、十数年ですね、そのやりとり見てるけど進歩しねえなーって本当に一切進歩してないですよね、煽り方が、うん、誰が住所をネットに晒すやつがいるんですかね、それで住所晒せよって言われて、はいで住所晒すやついねえだろほとんど、うん、そんなやつどんだけの不利益被るのよ、自分家の住所をネットに晒すって、うん、バカだよね、その住所晒せよって言ってるやつって、本当に周りが多分ねどんだけ白い目で見てるかっていうのは多分気がついてないんでしょうね、本当にそうだから、やっぱコメント欄に面倒くさいやつ増えてきたな、まあそういうのがね増えてきたってことは、まあそれなりになんかいろいろと、まあちょっとはね前よりがやっぱりその影響力っていうか認知度が高まってきてくれたのかなと思って、まあ嬉しくもあるんですけど、ちょっと複雑な気分ですね。せっかくいい気持ちで交流してるね、交流の場だったコメント欄を、なんかうざったりそういうクレーマーみたいなね、わけのわからないやつが入ってくるのは、やっぱね、見ててもね、不快だし、他のユーザーさんっていうか、他のリスナーさんも見てて多分不快だと思うんですよ。うん。で、やめていただきたいね、本当に。時間の無駄だから、ね、なんか、俺がすごいうわーってイラついてるところをね、それを想定してわざわざ書き込み来てるか知らんけど、そんなダメージないのよ正直、そんな構ってるほどそこまで暇じゃねえからさ、仕事も本業もあるし、で他のねリスナーさんとの交流もあるし、友達との交流もあるし、ねアンチにそんな時間割いてる暇ないから、なんかすげえコメントなんかね付き合わせようとしてくるんだけど、そんな君たち見たけど暇じゃないのよっていう、ね、なんかごめんね、ちょっと動画でちょっとこういう風に返したけど、うん、まあこれから先はちょっと本当に本腰入れて非表示っていうか本腰入れて見ないようにするんで、まあそういうことでございます、はい。まあ、この動画のねコメントにも多分来るんでしょうけど、そういうアンチの方々もう本当に読まないです。ああアンチっぽい雰囲気だと思ったらもう完全に非表示&ブロックでいきますんで、もう雑音入れたくないんですよ、雑音を、うん、もう忙しくて疲れてねあれしてる時に本当無駄なそういう雑音って入れたくないから、参考になりそうなねアンチのコメントっていうのは、はあそういう考えもあるんだなぁと、参考にはねできするんだけど、まるっきり中身のないね小学生みたいな悪口みたいなのはもうほんとしかとします、スルーです、うんね本当に、うん、でもお互い時間もったいないよ、うん、それに気がついた方がいい絶対的に、うん、その間多分だって腕立て伏せとかやったらどう？ちょっとはすがすがしい性格になるんじゃない？体動かしゃ、指先だけ動かしてね、ぶっ座ってねえで、体動かしゃちょっとは気も晴れるんじゃねえかっていう、悪意のかもった文章をね、画面上に打ち込んでる場合じゃねえぞっていう、うん、ね、人生ダメになっちゃうよ、こんなヘイトばっかりね、してたら、アンチだ、ヘイトだ。ばっかしてるとそういう人間になっちゃうぜっていう、本当に固まっちゃうよ思考が、うん、それがさも普通になっちゃうからね、すげえ嫌な人間になっちゃうよそれ、
そういうやついるけどね、どこの世界にも、もうヘイトの塊、アンチの塊みたいな、とにかく、何がそんなムカつくんだろうなって、何そんなイライラしてんのっていう人いるじゃないですか。そういう人間になっちゃいますよ。うぜえから、周りからしたらそういうのって。モテないし、必要とされないし、好かれない。ね。口開けばヘイト。口開けば誰かの批判。そんなやつと一緒にだって面白くないでしょ、周りだって。いい気分になれないじゃないですか、だって。そう、だから、あんまり人の悪口だとか、批判だとかばっかりやってるのって良くないっすよ。そういう方向に進んでっちゃうから、自分が。絶対そう、本当に。それだけは間違いなく言える。誰も得しない。自分も。他人も。だからやめた方がいいっすよね。そんなことしてる暇だったら、他のことにね、時間使った方が絶対、間違いない。それだけは絶対間違いない。本当に。アンチとかヘイトから何も生まれないですから、本当に。ね。本当に。はい。そんな感じですね。なんか散々嘘つきおばにコメント欄にされましたけど、それ見てたみんな、僕は嘘つきではありません。ね。最後に言いますけど、もし嘘つくんだったら、もっと面白おかしい、ね、面白おかしいというか、もっと話にパンチのある、話ができるような嘘つきますんで。ね。お前大嘘つきだな、ね、動画でお前適当なことばっか言ってんなって言ってるけどこいつ、だったらもっと面白いこと言うよ俺さすがに、いや万引き捕まえたんです、でもね忙しいから被害届出して、あ、出す被害届も出さないし、ね、もうほんとそれ注意するだけで終わりなんですってね、何が面白いのこんな嘘ついて、全然盛り上がんねえじゃんこんなの。何の意味があるのこのしめやかな嘘ね、もっと派手な嘘つくよね。話盛るなら。いやー、これで万引き捕まえね、そのコンビニ時代に万引き捕まえたんですけど、それ隙を見て逃げ出すわけですよ、そいつが。だから俺はもう怒っちゃって追っかけて、で途中で追いついて、お前止まれよって追っかけたら、あいつナイフ出してきて、でも、顔俺こう切られちゃって、でも俺も無我夢中で戦って、で、あいつの手とか押さえて、ナイフ奪って、最後、羽交い締めでして、で、もう、まあ、俺、お前、許してくださいっていうふうまで、とにかく、捕まえて、で、警察に行き渡して、まあそんな感じですげえ命の危険にさらされてマジ怖かったよねとかね、それぐらい話盛るよね、本当に盛るんだったらね、何、いや被害届出さずに注意で解放ですよ、それが現状ですよ、なんでそんなしめやかな嘘つくの俺、どんだけしめやかな嘘つくの、嘘が貧しいわねえ、ねえ、そんなほっそりした嘘ついて何が得すんのとか誰が得すんのそんなの、見てる方もつまんねえし嘘ついてる俺まで悲しくなるわそんなの。ねえ、嘘つき呼ばわりとかしてくるアンチたまにいるけどね、こういうさっき言った人たちみたいな、どんだけパンチ低いの、パンチ低いとかパンチ力弱いのこの嘘ね、盛り方下手くそすぎるだろうっていう、盛り付け方が下手くそすぎるよね、そんなの本当に。何の意図があってそんな嘘つくんだっていう、レベルの低いアンチだなって思うんですよ。よっぽどすげえ嘘つくよね、もっとね。俺の動画ってだってパンチ弱いじゃないですか、基本的に話が。いつもオチがなかったりとか。でっていう、もっとそうして、こうなったら面白かったじゃんっていう話いっぱいあるじゃないですか。それは嘘つきたくないから、本当の話しかしないからなんですよ。嘘つくならもっと俺盛大に嘘つくからね。いろんな話持ってますよ、絶対もっと。例えばギャングを辞めた理由だってね。辞めてねえよ。辞めねえよ。話盛るなら。俺伝説の男になっちってとかね。俺も神奈川で知らないやつは俺のことやついねえやとかね。意気がありますよ、もっと。なんすか、バックれちゃいましたとかね。そんな情けない嘘ついてどうすんのっていう。そもそもね。そんな感じですよね。ちょっと長くなりましたけども、ちょっと最近アンチ多いんで、見てる人も不愉快になっちゃうと思うんで、すいません、本当に、いつもコメントくださってる方、もしそういう不愉快なやり取りを、もしご覧に、させてしまったなら、ちょっと申し訳ないんで、一応、この場で、大々的に、ちょっと言っとこうかなと思って、今後はもう本当に、基本、スルーします。はい。というわけで、そんな感じでございました。はい。すいません、長い間ありがとうございました。はい。